ガンモドキはい、どうも、ネビルです。ちょっとみんな、これ見てよ。まあ、このね、配信者嫌いになったとかいうのは多分僕のことなんでしょうけど、ただのかまってちゃんだね、これね。もう本当にこういうかまってちゃんがいるとね、バウンティーラッシュにもね、影響を及ぼしちゃうんで、良くないですね、これはね。いってい！ちなみに僕も嫌いです。はい、ということでですね、おでん誕生日と、さらにこのね、カーモクのイベント日を挟んでも、復刻は来ませんでしたね。はい。まあね、僕もこの前お伝えした通り、復刻はないかなと思ってます。ちなみにアンケートを取った時に、皆さんの意見も復刻は来ないだろうというところが非常に多かったです。ただまあ一つね、怪しい日数としては、この2月28日ですね。はい、このビッグアップガチャ、7500万ダウンロードガチャ第2弾が終わる時が怪しいかなと思ってます。まあ正直ここで来る可能性も低くって、来るとしたらフェスゲンの新キャラかなと思っているところでございます。いやーもうここで何が来るのかってのも非常に楽しみですね。そして今回はですね、もしおでんが来た場合の対策を先に考えておこうと思ってまして、新しく惹かれる方も多いかと思うんですけれども、おでんってね、結構実は難しいんですよね、使い方として。なのでね、僕ちょっといろいろと考えてみて、おでんのプレイは今の環境これだなっていうのが、まあ一つね、ちょっと思い浮かんでおりますので、そちらをちょっと解説しながらですね、実況していきたいと思います。ちなみにおでんを一言で表すとですね、アタック&ランでございます。はい、何かというと、めちゃくちゃ戦っていい時っていうのと、ひたすら逃げて旗を取った方がいいっていう、もうこれ両極端に分かれるんですよ、おでんって。戦っていい時、それは、つまり、ブースト中、もしくは、攻撃力がアップしている時、そして、得意属性の相手と敵対している時、はい、この3つの時ですね。はい、この3つの時は基本的に戦っていいです。その代わり、この条件下にない時はもうひたすら旗を取りまくってください。はい、そんな感じでちょっと立ち回ってみますので、見ていきましょう。はい、じゃあアタック&ランでやっていきたいと思うんですけれども、ここから撃っちゃいましょうか。行こうか。ガンモドキー！オッケー、ガンモドキの無駄遣い。はい、ということでありがとうございます。これね。大丈夫。旗抜いたら見て短縮できるから大丈夫なんだって。そう。短縮がね、30発ついてるし、このトツカも当たるよね。トツカがこれ当たるんだわ。うん。すべてのスキルの中でもうトップクラスで当たりますからね。歌うたとこのトツカかな？あとはなんかあるかな？なんかあったんだよな。思い出せないけど、まあちょっとバトルに集中しようか。さあ、ここは抜きますよ。私が。はい。ゾロさん、私が抜きます。ありがとうございます。ここはね、アタック&ランのランの時ですね。今ね、どんどん旗を抜いていくというところですが、こっち誰がいんの？ん？どうしようかな。あ、おでんさん来た。おでんさんとはあんまやりたくないね。うん。ちょっと消耗戦になりそうなんですけれども、ここで一旦、ガンマダキー撃っといて、はい、ワチコン撃っといて、から、うわ、やばい、やばい、なんか来た。ああ！なんかいっぱいいるじゃん。ちょっと待ってね。冷静に考えて、これは、カイドウさんがもう少しなんで、これ、ケアをしといた方がいいでしょう。さあ、ここは、回復しちゃった。すいません。そしたら、ワンツーってパン！オッケー。ワンツーってパンだよね。今のはやっぱ、ワンツーってパンが何より強いんだから。やばい、これ、旗抜いたらブースト来ちゃうけども、回復不能がついてる。はは、悲しいよ。おい、今さ、本来だったらこれ全回復できてるのに、めちゃくちゃ悲しいですね、これは。どうしようかな。おでんさん無理だな。よいしょ、撃っといて。逃げよう。一旦逃げよう。はい。逃げまして、こっち行こうか。はい。こっち行って。で、これ、あ、ありがとう！これ撃っちゃおう！撃っちゃって！取っちゃう！取れない！ワン、ツー、オッケー、ナイス！そして、取っちゃおう。ナイス！そして、次に来るのは誰ですかね？それによってのこの立ち回りは変わってくるけれども、あー、苦手属性だ！苦手属性なんで逃げたいですけど、一旦避けといて、あー、キングに一旦やられます。そして、これ、抜かせてもいいか。うん。もう、ガンモドキーで、逃げといて、で、これ抜かせよう。うん。で、これ抜かせます、抜かせます、抜かせる。素振りは見せる。素振りは見せるけど、はい。素振りは見せるけど、と、取り際に、取り際に、取り際に、トスカーオッケー。素振りだけで、はい。はい、もう撤収。はい、撤収。はい。はい、撤収するよ。さあ、あと30秒で一応やべえな。ブースト来るよね、相手、もう一回。勝ちたいな、これ。おっしゃ、オッケーで、ここは、まず、旗取っといて、旗取っといて、これ取れるっしょ？これは取れる。で、兄さん、うわ、やばいな。ちょ、待って、ブースト、この状況でブースト、いけるか？いけるぞ。望みは捨てちゃダメ。はい、これワンチャンやっといて、で、待って、ここは戦ってる暇はないんだ。こっち行っといて、
で、これですね。はい。この旗、この旗、この旗行こう。で、あ、キングあっち行って、キングシアタ行って、シアタ、うん、シアタ行って、あーシアタ行って、そのままシアタ行って、勝てるから、俺ら勝てるから、今回。そう、オッケーオッケーオッケーこの試合はね、青属性が二人いるので、その、お子たちをちょっと狙ってはいきたいかなと思いますね。あ、ここ、マーンって言っていけるんじゃない？はい、これ。キングがね、その、ずうたいがでかいから、後ろから行ってやっぱ気づかれないんでね。あ、これ取り切る！よっしゃーい！はい、オッケー。はい、オッケーですね。機動力。本当に機動力の一言です。あ、おい、マジか。このさ、状態以上食らってローデンほどもう本当に間抜けなものはないと。はい、歌うたのね、おでんほど丸けなね、状態ないですよ。べちゃーってなってるよね。べちゃーって。はい。さあ、ここはね、無理に行かなくていいんですよね。一旦ここで待機して、ここで行っといて、で、下に行きましょう。はい、下で、火星しに行こう。あっちに行こうかな。あ、オッケー。あ、そっちいっぱいいる？あ、ごめんね。オッケー。私はいっか。うん。ごめんごめん。いっぱいいたか。じゃあ、この、レイジュさんとやっていきましょう。はい。レイジュッチ、一旦シールド剥がしときたいな、これでね。剥がしといて、バチコーン！さあ、あとは、おお！マムはこれもう抜かせてあげて、ワン、ツーやっといて、スクールからガン戻っといて、はい、ガン戻っといてからの、よいしょ！おー、マジか！逃げろ、逃げろ！逃げろ！そして回復だ。はい、回復しましょう。これね、やっぱ旗取ったら、体力回復と、あと本当にこのガンモドキ短縮がめちゃ強いのよね。さあ、ここはね、もう慎重に行くよ。慎重。レイジュでしょ？レイジュこれ倒したいね。ここは一旦撃っといて、で、からの、マム来てる。マム来てるから、これ避けてからの、マッチ止まってか！まだ気を撃つ！はい。はい、オッケーです。綺麗なガンモドキでしたね。いやー、ちょっと息つけすまない。オッケーオッケー。行こう行こう。で、ここはもうアタック&ランのランの時ですね。今、ランの時。はい。どんどんランしていこう。ブーストなんで戦ってもいいですね。まあ、一旦こっち行って、うん、Cハタの状況見に行こう。お、ドフィーが戦ってくれてるんだね。よっしょ！マジか！ちょ、待って。こっからのガンマダキー！オッケー。なんかめっちゃぶっ飛んだ。めっちゃぶっ飛んだぞ。誰、ベックマンか。おい、わしもぶっ飛ぶんかい。わしもぶっ飛ぶんかいといったところで、どうしようかな、これ挟まれてるね。どっちに行こうかな。これはね、Cハタ行こうか。一旦Cハタに、こっち警戒室Cハタ行って、で、あっち抜く気だな。ユメルフィが抜く気だからこっち行っといて、ルメルフィ、剥がしいの？剥がしいの？うん、うんし！オッケー。はい、ガンマだけ！オッケー。で、あとはもうトツカでね、はい。トリガーにこれ撃っちゃったら KO ですからね。はい。で、あとはこれね、B 旗。うわっ！ちょっとまずいぞ、これ。B 旗に、なんとか抜かれないように、この旗の中にいることが大事。はい。耐えろ！耐えた！ 79 で耐えた！ 79 で耐えた！オッケーオッケー。オッケー！勝てる！これは勝てる！マッチか！うん！あー！オッケー！はぁー！おわっほい！平成大復興を知って